どうも、ジエンでございます。無類のドーナツ好きと知られる元ミスト店員のジエンがですね、今日はスターバックスのドーナツをね、食べていきたいと思います。僕が行った日からね、なんか新しいフラペチーノかなんかが始まってたみたいで、ちょっと賑わってましたね。昼休みに行ったんですけど、まあまあ人がいて、ドーナツはね、このショーケースの中にあるんですけど、これを注文してね、イートインでちょっと食べていきたいと思います。新発売のドーナツもあったんですけど、通常のドーナツすら食べたことがなかったんで、今回はノーマルのドーナツ2種類食べてみます。で、こちらがシュガードーナツですね。おそらく一番定番のやつです。その前にまずはドリンクからということで、これ飲んでるのはね、エスプレッソアフォガードフラペチーノかな。これね、阪神の梅野選手が好きみたいで、梅ちゃんがよく飲んでるみたいなんで、僕も飲んでみました。それではついに食べていきたいと思います。シュガードーナツですね、いただきましたけども、なんかね、ミスドのドーナツと違ってね、中までちゃんとあるというかね、なんかそれ言うとちょっとミスドに悪いんですけども、まあミスドのドーナツに比べてね、なんか重いというかね、ふわふわなのにしっかりしてるという感じでした。軽いミスドのドーナツはね、何個でも食えるんですけど、このスタバのドーナツはちょっとね、割と限度があるかなと思いましたね。大学の授業ね、2限が終わってね、スタバに来たんですけど、まあ僕はちょっとね、早くに来てたっていうのは良かったんですけど、僕が食べ始めた頃ぐらいにはね、もう長蛇の列ができてて、ガヤガヤとね、人がいっぱい集まってきてました。ほんまはドリンクもね、フラペチーノじゃなくてコールドブリューコーヒーとかドリップコーヒーとかね、普通のコーヒーにして安くで済ませようと思ってたんですけど、そういや梅ちゃんが好きなメニューあるって言ってたなぁと思い出しまして、僕スタバなんかめったに行かないですから、まあせっかくの機会ということでね、梅ちゃんカスタムはしなかったですけども、まあエスプレッソアフォガードフラペチーノ飲んでます。でこの甘いドーナツとね、甘いフラペチーノどうなんて感じなんですけどね、まあ意外とあのフラペチーノ、まあ苦味もあるというかね、全然甘いドーナツドーナツとも結構相性が良くて、まあ良かったですね。まあシュガードーナツの方はですね、本当にミスドに比べて上品というかね、まあ暴力的なミスドの味わいとは違ってね、割としっとりとした、まあ大人の味わいだったなと思います。次、チョコクリームドーナツかな？なんか奥の方に陳列されてて見逃しそうになったんですけど、これいただいてますが、これ美味しかったですね。チョコも甘すぎずね、ちょっと渋みがある感じで、生地もやっぱりしっかりしててですね、まあ中にクリームが入ってるんですけども、それもね、量がちょうどいい感じでした。まあ本間はね、新発売のドーナツ合わせてね、合計3つドーナツ食らったろっかなと思ってたんですけど、まあさすがに通常のドーナツ2種類食うだけでしっかり腹パンパンになりましたね。だからそれだけ重みがあるってことです、ドーナツに。で、皆さんに一つ言えることはですね、もう昼からドーナツなんて食うなってことですね。まあ、昼ご飯にドーナツ食うたらですね、ちゃんと3限の授業眠たくなりました。頭がぼーっとして、多分糖分取りすぎたんでしょうね。まあ、昼にドーナツ2個とフラペチーノこれから食べないでおこうとね、そう決心しました。まあ、2つともドーナツはね、レベル高くてめちゃくちゃ満足でしたね。で、フラペチーノの方もね、今までスタバ来て何に頼めばええかわからんかったんですけど、まあ、エスプレッソアフォガードフラペチーノ結構気に入れました。割といいなと思いましたね。なんか抹茶フラペチーノとか頼んだらね、スタバ初心者みたいな感じ出ますけど、まあなんかエスプレッソアフォガードフラペチーノやったらね、スタバ2というかね、なんかよく行ってる人みたいな感じ出て、なんかいいかなと思って、たまにしかスタバ行かないですけど、なんか好きなメニューね、エスプレッソアフォガードフラペチーノって言えたらかっこいいかなと思いましたね。まあそれもこれも梅ちゃんのおかげということでね、まあ来季は正捕手としてチームの柱になってね、阪神タイガースを18年ぶりですかのあれ導いていただけたらなと。もう何の話してる今。今めちゃくちゃ阪神タイガースの話してた。元ミスド店員がスタバのドーナツガチレビューする動画だから、これ阪神関係ないから。まあ、ということでですね、まあスタバのドーナツ美味しかったですし、フラペチーノも最高だったんでね、まあこれからはスタバが似合う男になれたらなと、まあそういう風に思う元ミスド店員の自演でございました。ご視聴ありがとうございました。雨が降った後、水たまりがあるから、学ぶ力が全て始まる。僕らが応援した夢の塊が窓に映る今その時、ジエン。